はい、どうもこんにちは。これはポストセブンですかね。まあ、たけるくんのね、昨日動画を上げましたけど、32歳のバースデーオンラインイベントの時に、ちょうどね、そこで、事務所、まあ、要は、アミューズ卒業っていう言い方をしてるんですよ。独立って言い方かどうかちょっと覚えてないんだけど、アミューズを卒業しますっていう言い方だったんですよね。まあでもまあそれが一体どういうことなのかっていうのはやっぱり波紋は広がってるんでちょっとね、まあいろいろといろんなことっていうかな、まあやっぱりボス恋ね、まあ竹森の話になると、ボス恋が最終回になった部分と、たけるくんのそのやっぱりアミューズ辞めるという、アミューズ卒業っていうんですかね。それのインパクトがやっぱり大きいんで、その二つを中心にちょっと今日はまたいくつかのいろんな記事をまた見ながら話していこうかなっていう動画になっちゃうと思うんですけどね。あと、まあ、話す前に一つお話しするんですけど、僕一回整理したいなっていうところがあって、僕動画よく竹漏れとか、まあ、他のもあげるんですけど、一つだけね、僕が、っていうか、どういう動画をあげるかっていう一つのラインが一つあるんですけど、線引きがね。要するに僕があげるものっていうのは、ソースがしっかりしてるものっていうのが、一個だけあるんですよ。一個だけ、そういう自分の中でのこだわりというか、一つだけ僕の中で決め事があるんですよ。それはソースがしっかりしてるってことなんですよね。それはどういうことなのかっていうと、まあね、僕自身が占い上げる動画は別ですよ。占い上げたりとか、あるいは聖地巡礼とかっていうのはどっちかっていうとネタ動画なんですけど、僕が占った結果こうでしたよっていうのとか、そういうのとは別に、ほとんどくっちゃべってる動画、喋りの動画っていうのは、ソースについて話すんですよ。例えばこういう、今喋ってるの、これから喋るのも、例えばニュースポストセブンっていうところが出してる記事に対して、わーっと、こういう記事が出てるけど、それに対して僕はこう思いますよって言ってみたり、それはどうなんですかねって言ってみたりとか、あるいは、たけるくんがね、シュガーで喋ったこと、YouTube で喋ったこととか、モネちゃんが、インスタだったりとか、Twitter で上げたこととか、まあそういう自分発信のものについて、まあじゃあ、たけるくんがシュガーでこんなこと言ってたけど、これってこういうふうに思ってんじゃないかなとか、憶測したりとかね。まあなんかそういうふうに、ソースが、出どころがちゃんとしてるものに対して僕は話すんですよ。だから、逆を言うとですよ、出所がソースがはっきりしていないものについては、まあ手をつけたくないんですよね。まあ例えばね、まあいろんなコメントの中で、例えば誰々さんの YouTube のコメントの中にこんなことを言ってましたとか、なんか定かじゃないんですけどこういう話がありますとか、それについてどう思いますかみたいなこともあるじゃないですか。でもそれっていうのはソースがはっきりしないから、僕は怖いんですよ、そこに触れるのが。怖いというか、ルール違反になってしまうのが嫌なんですよね。例えば、この前、ひいざまが言ってた、どっかの YouTuber が、佐藤健くんの、まあ、ご家族の写真をあげたりとかして、もっと手に入れたらあげますみたいなことを言ってるって話もあったじゃないですか。ただ、そういうのってのは僕からするとモラル違反なわけですよ。モラルに反することはしたくないです。だって、せっかくね、僕は YouTube をやって、やらせてもらってるって立場で、勝手にやってるんですけど、やらせてもらっている立場であって、そうなった時に、じゃあ、どこからそのネタを引っ張ってきて、それに対してっていう出元がはっきりしてないと、最低限それ失礼に当たると思ってるんですよね。だから、ソースがはっきりしてるものなんですよ。だからね、誰かがこんなこと言ってたのに対してどう思いますかっていうのは、僕が確認しない限りは、話したくないですよね。だって、それが、もしかしたらね、元ネタが本当はない可能性だってあるし、誰かのコメントでこんなのが入ってましたってさ、そのコメントを削除する可能性もあるわけじゃないですか、その人が。そうなると、ソースが僕になっちゃうわけですよ。ね。出所が僕になるっていうのは、やっぱりそれは、僕はそんなこと思ってもいないのに、僕が出所になるには嫌なんですよ。だって、それは迷惑かけるからですよね。佐藤健くんだったりとか、上白石萌音さんとかだったりね。やっぱり竹漏れとか、まあそういう僕がなんだろうな、ネタにさせてもらってる、動画にネタにさせてもらってる立場上ってことは、僕が迷惑をかけるってことは嫌なんですよ。それはもう最低限の僕はモラルにしてるんですよ。例えばブラックジョークで何かを話すときだってもちろんあります。それはそのソースに対して喋ってるんで、竹物に対してとか、そのターゲットに対して話してるんではなく、その元ネタの記事に対して僕は突っ込んでるとか、ブラックジョークを言ってるとか、そういう部分をちゃんと、ちょっとこの場で、一言言わせておいていただけたらなっていう、まず一つね。ですね、佐藤健独立の真相、広がる活動の幅と、決断急いだ背景に結婚願望を持ってのがあったんですけど、事務所の顔といえる俳優さん、佐藤健が突然の発表の重大なトラブルかというような声も上がってる。まあもちろんね、僕も最初聞いた時は衝撃でしたからね。3月16日、佐藤健が4月1日より所属事務所のアミューズから独立することを発表した。しかも一人ではなく親友である神木隆之介と連れ立って事務所を出て、新会社コラボの所属となる電撃独立の背景を芸能リポーターが解説する。昨今、人気タレントは自由な活動をして芸能所属事務所から独立することは珍しくないが、問題はその離れ方。喧嘩別れなのか円満なのか、佐藤さんの場合、アミューズが設立する新会社の所属になる件、つまりのれん分けのような感じだと。全事務所の良好な関係のままより自由な活動ができると理想の独立と言えそうですが、大勢の売れっ子を抱えるアミューズが最も売り出しに力を入れた一人が佐藤健と。事務所のエース福山雅治さんとは NHK 大河ドラマ龍馬伝で共演し、同じ大友圭司監督のるろうに剣心でも再び共演と。第二の福山雅治を内外に強く印象づけた形。だからもうそれぐらいアミューズが推してるんですよね、たけるくんのことをね。特に新しいところっていうか、まあ僕の動画見てる人みんなそうなんですけど、こいつずですよ。こいつでド S な医者役を演じて、そこで大ブレイクして、現在は新たな活動にも力を入れている。佐藤さんは俳優業に加え、200万人のチャンネル登録者を持つ YouTuber の顔も持っている。YouTube チャンネルでは飾らない素顔のトークで人気が高い。昨年11月配信の動画では2021年のカレンダー撮影を密着した様子をアップして、そこは、それ自体をね、神木くんがカメラマンで撮ったと。親友同士だからこそ出せる自然な笑顔にファンたちは喜んでいたと。で、12月には YouTube 上で男性も女性もタートルネックの一番と、まあ、これ重大発表とか言ってね、結婚かみたいな、なんかちょっと面白いネタでしたけどね。自らタートルネックのセーターの素材を選ぶ様子が映し出された。で、その後アパレルブランド A を立ち上げることも発表と。交友関係の広い佐藤健さんは芸能界以外の人からも影響を受けていて、だからこそ YouTube やアパレル業と活動の幅を広げていきました。今回の発表は3月21日に32歳となる彼のバースデーイベントのタイミングでした。まあ僕も見てましたよ、これは。年齢的にはまだ若いと言えますが、新しいことを始めるのであれば早い方がいいという判断なのでしょうと。一方で独立という仕事の変化にプライベートにも影響を及ぼすのではないか、ファンの間では心配の声が上がっている。ここ数年佐藤は結婚願望があることを公言してきたからだと。たけるくんが結婚願望が強いことはファンの間で有名なんです。そこに来て独立で仕事の自由度が増すことで私生活まで自由になったらどうしようと。35歳で本当に結婚してしまうのか気が気じゃないですと佐藤健のファンは言っているという。新しい一歩を踏み出す、佐藤のプライベートにも注目だと。いや、僕もね、それね、やっぱりね、思いましたよ。まあ、いくつか思ったんですけど、やっぱり結婚っての思いましたよね。アミューズがあるから、やっぱり結婚っていうのは、ね、なかなか、いろんなところにね、気配りもしてっていうかね、事務所的な考え方もあるんじゃないのかなっていうところですよね。もあったのかなって思いつつ、じゃあ、それが、個人事務所みたいな形になるんであれば、自由度が効くよなっていうところももちろんあるんじゃあるんですよ。ただ、それって相手が一般人だった場合そうだろうなと思うんですよね。で、相手が芸能人な場合は、やっぱり相手の事務所の意向もあるので、いくらたけるくんが動きやすい立ち位置に、ね、なったからといって、相手の事務所のスケジューリングももちろんあるだろうし、意向もね、もちろん関わってくるので、自分の判断だけではいけないですよね。相手が芸能人の場合。ただそういう部分ではもう、まあ、例えばそれがモネちゃんだとしても、今モネちゃん売れっ子だから、いくらたけるくんがね、独立して自由度が利くようになったからって今すぐ、じゃあ、モネちゃん、こんな忙しい中結婚っていうことはなかなか考えづらいのかなって、まあ、素人目からしても思うんだけど、ちょっと思うのはやっぱり35歳で結婚するっていうことに対しては、この前バースデーイベントでもやっぱりまだあるので、それだけ言ってるってことは何かしらタケル君だから確信があって言ってるんでしょうから、まあするんでしょうねって思いますよね。このタイミングで自由になってる、自由っていうかな、まあ動きやすい事務所になってるってことは、その35歳結婚っていう部分、それが誰かわかんないですよ。相手が誰かわかんないけど、まあ何かしらの関係性はあってもおかしくはないかなとは、ちょっと思いますけどね。まあそんな感じです。ではでは。